こんにちは。今回は紅白歌合戦でも圧巻のステージを見せてくれた氷川きよしさんが年が明けて語った2020年の目標や抱負について紅白での様子などもまとめていきます。みんなでコメント欄でやり取りをして盛り上がりましょう。紅白歌合戦の舞台で唯一無二のステージを作り上げ、見事に限界突破した姿を披露した氷川きよし。着物姿から早着替えでスパンコールのついた豪華な衣装に変化し、金色に輝く巨大な竜に乗って客席の近くまで迫る大迫力のステージを繰り広げた。オープニング曲を担当したドラゴンボールシリーズで主人公の孫悟空の声を担当した声優の野沢雅子の応援もあり、拳を振り上げヘッドバンキングもしながらのシャウトに客席は大いに沸き、司会陣も驚愕で、総合司会の内村光良はすごいなぁ、龍が出てきた、龍がと大興奮し、白組司会の桜井翔は口が開いちゃったと見とれていた。もちろんネットでも大盛り上がりで、日本中に新たなスタイルの新生氷川きよしを見せつけた。歌唱後は客席に投げキスをしてみせ、記者の取材にも気持ちよかった、楽しくて限界突破できた。来年もうなぎ登りで頑張ります。と、やりきった表情をしていた氷川。デビュー20周年の年を全力全開のステージで終えたが、年が明けて令和2年となり、2020年の抱負をインタビューで語った。昨年2019年を振り返って、ロックにも挑戦しましたし、いろんなことに挑戦させてもらって、自分探しというか、ありのままで自分の気持ちを歌に乗せて表現することの大切さを学びましたと話した氷川は、21年目も初心を忘れることなく、これからもフレッシュな気持ちでいつまでも輝いていけるアーティストになりたいと思います。さらに輝きたいですね。ホップ、ステップ、ジャンプで、と、さらなる限界突破を宣言。また、同年代の人とか、自分より年下の子たちが、自分の曲に心を動かされて、頑張れました、とか、思ってくれる人たちが出てきてくれたらいいなと思いますし、今応援してくださるファンの皆様が、より一層、元気に若返ってくれたら、みんながハッピーになってくれることが、自分の喜びなので、自分もハッピーになりながら、みんなにも世代を超えて、自分の思想とか考えていることが歌で伝わるといいなって思います。と、ファンファーストの姿勢も変わらない。同日には自身のインスタグラムで紅白の衣装を公開し、明けましておめでとうございます。今年もこんな私をよろしくお願いいたします。と、新年の挨拶をするとともに、セクシーなモノクロ写真で、強く生きる、私を生きる、2020、バイキーと目標を綴った氷川。21年目となる今年も、さらに進化を遂げ、ファンを楽しませてくれることだろう。これからも応援していきたいですね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントをよろしくお願いいたします。